とある RTA の出来事を、何笑ってんだよ、気持ち悪いな。アフィー、はぁ、はぁ、アフィー、はぁ、はぁ、あ、いい。おう、どうしたレイム、初適正と下ネタだなんて調子がいいじゃないか。誰がも高先生じゃ、会話のキャッチボールしろや。記録、世界記録、世界記録でそうなんだよマリサ。おう、すごいじゃないか。私が起きてからずっとお前アフィアフィ言ってたから、今日は調子いいんだな。そうだったの？これよく見ろレイム。左上のマリオさんも、心なしか柴田恭兵のごとく軽やかなステップだったぞ。柴田恭兵について熟知しすぎじゃない？でも確かに私今日調子いいから、鬼門のこのステージも楽々いけそうだわマジで。おう、頑張れレイム。無事に突破できたら今日はおごりでおっしよ。スーパーマリオワールド、スターロード禁止 RTA、パート3、始まるよ。ほら、免許見せろ。パート3は、迷いの森から始まります。早速3種の神器で有名な不正ワークからですね。はい、森からこのゲームは壊れていきます。B ダッシュスピンジャンプで進んで、3つ目の木から急降下してテイクオフメーターが切れる前にヨッシーに乗ると、ヨッシーに乗りながらマントの急降下で素早く加工できるので、B を貯めて飛びます。ちょうど泥酔持ちから通常持ちに変わりましたね。はい、泥酔持ちで X を固定してると不正ワークがやりづらいので、通常持ちに切り替えます。亀捕食、テイクオフメーターが切れる前に B の空中ジャンプで進みます。下 XA でヨッシー離脱、亀吐く、横移動中の亀を取る、ハテナブロック左側に移動、1フレームで亀を上投げすると、ハテナブロックの左上、または真左に連成されたブロックからヨッシーの羽が出るので、取るとボーナスステージにワークし、即座に離脱すると最大で6秒の短縮が可能です。ただし、連成のタイミングは、右画像の赤線が誤差 1F の成功で、間の黒線の 1F が失敗となってます。三種の神器第2です。天井でウェイでヨッシーから離脱、すぐ乗ることで、ヨッシーの重力加速度の低下というセットアップをします。ウェイでヨッシー離脱、左移動して落下すると、ヨッシーに乗ったタイミングで海底の角を抜けます。本来は角抜けした後に突っかかりがあるのですが、今回はそれがないので、約 0.2 秒の短縮となりました。海底から少し顔を出しながら泳いで、奥のブルブロックを、X をしながら DY でタイミングよく取ります。X と右を押しっぱなしで、海底まで浮上したら下をタイミングよく、ポン、ポン、と押して加工、この操作で進んでいきます。ここでブルブロックが溶けてしまいますが、次は鍵を、X か Y をしながら当たれば勝手に取ってくれるので、再びビート板代わりにします。あとは、さっきと同じ操作で泳いでいきます。最後に、ゴール手前で上昇すればそのままゴールできます。角抜け直後の突っかかりがなかったので、本来では不可能なクリアタイム240が出ました。3種の神器による大幅ショートカットの解説、お疲れ様でした。ありがとうございました。ちなみに、ヨッシーの翼連成ですが、一連の動作を完璧に決めて、その後の連成成功は2フレーム分あるとはいえ、間に失敗の1フレームがあるので、実質、一連の動作からの1フレーム技、となっています。パート1にいただいたコメントに、1フレームを完璧に操れる、という旨の内容が多数ありましたが、ただの、ワン、ツー、ドン、でボタン一つ押すだけの1フレーム技なら、RTA 未経験者でもできるレベルですが、ヨッシーの翼連成や、全白というカテゴリーのボスキルという技では、一連の動作を完璧に決めた上での1フレーム技なので、もはや完璧に制御するのは人間には不可能なので、決まったらラッキーという程度に考えてます。でもやらないと世界記録取れないからやるんでしょ。なお、さっきのステージで、最後の土管員をミスっており、パート1でも解説していた、約1秒ロスの2つ目がこことなります。そして、スターロード禁止の鬼門、迷いの森のお城です。前回の動画では、ムササビの無敵のままわざとバブルに被弾して、そのまま抜けるという技をやってましたが、急降下からの急上昇でバブル地帯を越えてそのまま飛んでいく、という技を今回から採用しました。ここはなるべく天井付近を飛びます。ここ減速しちゃってますが誤差だよ誤差。最後のマント飛行も速度51サブピクセルを意識しましょう。完成浮遊からの着地後速ジャンプでフラワーを取得したら、ワールド後のボス、ロイ戦、です。やっぱりファイアー2発からの1踏みで瞬殺でした。ロイの部屋のドアインのタイムが271だったので、このステージは最速で攻略することができました。いやー、ワールド後はいろいろと盛りだくさんで、正直お腹いっぱいになりましたよ。嘘つけマリサは無尽蔵に何でも食えることで有名だろうが自覚持てや、食欲の話はしてなかっただ。お前さっきなんつった？お前さっき私のこと無尽蔵に何でも食える社会不適合者同定式ニート F ランクソ大学の顔面同社クーズレって言った？いやそこまでは言ってないです。ごめんなさい許してください何でも。運よくわかったよし今すぐ、ぬか今すぐ、ぬか好きな方を選ぶがいい。マリサ、ここはこの私の顔に免じて霊夢を許してやってくれ。顔やる気なさすぎだろ。フラン、私をかばってくれるんですか？ふっ、当たり前だろうが、言わせんなアホが。アホって言った方がアホなんだアホ。なんだとこのアホ。アホ、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 ア
さ、6の1ですが、ここもテイクオフメーター維持の技をやります。坂道の真ん中で P ダッシュ台 A をやって飛んでいきます。しばらくすると坂が見えるので、マリオの下に来た瞬間に A を離して、テイクオフメーターを維持したまま土管に入ると、大砲土管から発射された速度を維持したまま飛ぶことができます。この速さは、1フレームに64サブピクセルも描画される超高速となっており、マリオワールドの中で最大速度となっております。土管に入った時のタイムが286だったので、クリアタイムも最速の268を出すことができました。なお、土管インタイム285までならテイクオフメーターが維持されるので、ズボッと入れなくても焦らず落ち着いて入れましょう。入ってる入ってる。お次のお化け屋敷も、1秒以上のロス、というか妥協、押したところです。すぐムササビ飛行になって、最低でも速度50サブピクセル以上を維持して、マリオの腹がチラチラ見える高さを維持します。上がりすぎると見えない壁に突っかかってしまい、低すぎるとスプークに被弾するので、ここまで飛んだら速度調整はやめて、高さ維持に集中した方が安全です。今回はマント速度が遅かったので、ムササビの無敵状態のままわざとスプークに被弾してからドアに入りましたが、右動画のように、穴がドアを塞ぐ前に入れると、約1秒も早くなります。ギリギリでムササビの無敵で強引に突破し、テイクオフメーターを維持してからドアに入ると、ここでも暗転直後に飛行することができ、最速の速度51サブピクセルが出れば、クリアタイム263が可能です。今回は、ワールド後のお城をクリアした時点で、全世界記録を 3.5 秒も巻いていたので、焦んないでいきました。焦んないで。速度あの猶予はどれくらいあるのでしょうか？ちゃんと検証したわけではないですが、4から6フレームくらいはあると思います。ですが、マント速度が速くないとそもそも間に合わないし、たとえ間に合っても穴に落ちて死ぬ恐れもあるので、マント速度が速かったらやる、程度に考えていった方が、精神衛生上安全です。なるほど。でも次回からは、何が何でもやるんでしょ？マント速度が速いと、土管イン278が可能ですが失敗しました。ブルの剛速球前でダイビーをした瞬間に右を離して、完成ムササビで飛んでいき、鍵を取った瞬間にジャンプして穴に入れます。完成ムササビの速度が51サブピクセルなら、クリアタイム271が可能ですがまたまた失敗しました。こいついつも失敗してんな。しょうがないね。ずっと泥酔持ちできましたが、ここは通常持ちで、開幕、右 XA を長押しで進んでいきます。メットを持ってしまったら、A を押しながら X を一瞬離せば投げ捨てられます。ブルがラグビーボールを投げてくることがあるので、A をちょいちょい離してブルの横からマントを当てることで、もろとも蹴散らすことが可能です。ここからは、少ない猶予を走って P を貯めます。メット手前で下長押しして滑って倒してますが、そこまでに貯めた P は維持されています。P ダッシュ A をした後は、角に突っかからないよ。突っかかったじゃねえかよ。最速なら土管イン262が可能です。ここでも往復移動させることなく、強引に P を貯めて飛ぶことができます。さっきのお化け屋敷みたいに、天井に見えない壁などないので、思いっきり高く飛んでいきましょう。途中、ブルの足音がマント飛行の音をかき消すことがあるので、リズムを取って飛んでいけば安心です。ここのマント飛行は長いので、速度51サブピクセルを忘れずに、最速なら、土管イン231が可能ですがまたまた失敗しました。いやー、チャート通りに行けても、マント飛行が遅いだけで遅延するのは辛いですね。4しろ前、4しろ、この3、お化け屋敷。もうマント速度だけで3秒くらいは溶けてます。ダウン、勘弁してくれ。何を勘弁してくださいなんだよ。勘弁じゃねえだろな。6しろですが、大幅にチャートを変えました。上に乗ってから落下することで、B ダッシュ中に A を離した後、16フレームの間落下しないルールを回避して安定を取りました。いつものイケメンチャート。ハリギリギリで待機して、ガリガリが右の鉄槌の真ん中に来たタイミングで走り出します。無敵ムササビでゴリゴリをします。鉄槌がグリグリしてますが、B を維持しながら飛んでドアイン271を狙いましたが失敗しました。B ダッシュスピンジャンプ中のブレーキをやめて、わずかな隙間を塗って飛んでいきます。テイクオフメーターが2になる前の空中ジャンプで進みます。最後も B ダッシュスピンジャンプで、ドアインが完璧なら254が出ますが、わずかにドアインが遅れてしまいました。6白のボス、ウェンディー、です。土管から1フレームだけウェンディーの足が出るので、そこを狙って踏みに行きます。取り巻きの足がフェイクで出ることもありますが、今回は運よくウェンディーの足しか出なかったのでラッキーでした。ミニ動画のように完璧に決まると、クリアタイム233が可能ですが、最初のドアイン271、次のドア255、が条件です。最初のドアイン271は、速度調整ができない中で、運よく速度51サブピクセルを引けないと不可能ですが、完璧に決まると1秒も変わってくるので、32分40秒台を目指すなら、ここは臆せず挑戦していきましょう。ワールド6は難しいとおっしゃってましたが、マント飛行が遅い以外はサクサクでしたね。実際のところ、いかがなんでしょうか？はい、ワールド6は、ステージの構造がコロコロ変わる上に、お化け屋敷はミスったら死ぬ恐怖感もあるので、
ワールド5ほどではありませんが、タイムがブレやすいです。安定をとっても、最速とそれほど変わらないようになるまで、ワールド6は通し練習をしたのがいい結果につながりました。その心意気、うちのバカどもにも教えてやりたいです。あこ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 どもなんやかんやしてるうちに、ラムネ開口の沈没戦に入ります。あ、いいですね。今回もマントをストックに追加しましたが、本当は取らない方が 0.5 秒くらい早くなります。スムーズに土管に入るために、柱の切れ目から加工すれば、ちょうど土管に入ることができます。ここから、ヤポソンさんが発見されたテレサ天に対消し、という技をやっております。まずここは、背景の柱の上あたりを泳ぎます。奥の隙間の加工は、あまり下まで降りずに、すぐ右に泳ぎます。ここから、背景の柱4本目に出現するテレサが、ちょうど柱の真ん中になるよう泳ぎの速さを調整します。早すぎた場合の調整は、一瞬右を離して、マリを遅らせれば OK。ここまで調整できてればもう満体ですが、さらに、天井の切れ目が、テレサの両目の真ん中になれば確定です。右画像のテレサのケツが矢印の位置なら、点滅テレサが消えないので、それを確認したら、R 長押しして、画面を右シフトさせます。すると、本来ここに出るテレサ点が消えるので、わざと被弾してマント回収するより、0.5 秒くらい早くなります。ここからの処理置き回避も改善しました。このタイミングで Y を長押しすると、赤丸の亀に体を倒すことができ、早めに処理置き回避につながります。あとは、前回と変わらないというか、画面のように移動させれば、45フレーム分の処理置きを回避することができます。うわぁ、戻した、あ、戻っちゃった。どうかしましたか。落としてしまったのですが。あ、それ、他の人のですから、ちょっと、おとなしくしててくれる。ふぅ、本当は、手前のテレサ点が消えた後、右画面シフトせず、奥のテレサ点の隙間をギリギリ抜ける方が早いのですが、被弾したら、マリオの泳ぐ速度を調整した意味が全て吹っ飛ぶので、安定を取りました。ここまでで全世界記録よりマイナス 2.5 秒。中距離なのに短距離 RTA を見ている気分ですわ。まあそこがこの競技の面白いところですしね。ここは X をしながら Y 大 A でインディ撃破からの飛行。右画像の位置で A を離すとちょうど通路に着地できます。突っかからないように P を貯めます。P ダッシュ A からの空中ジャンプ。5回目の天井に頭をぶつけた瞬間に A を離すと、絶対にインディーに被弾しないフレームルールとなります。小 A からの空中 A、着地後 A からの右を失敗が最速です。ここは無敵ムササビで OK。ここから改善点、インディー回避、AY で氷取ってブルに体当たり、最後にテイクオフメーターを維持したまま土管に入って、マリオの腹をする前にムササビ飛行。土管インタイム363なら、クリア362が可能ですが、ブルに体当たりするのが遅く、わずかに届きませんでした。さ、3種の神技のラスト、7の2の床抜けです。これを決めないと、世界記録は絶対に不可能です。まず、P が溜まった瞬間に飛行します。本当は、上の足場ギリギリでムササビに移行するのが最速ですが、ムササビにならず、ただの削って結果腹をすることが多いので、安定をとってます。ここはムササビの速度を維持する完成落下で土管に入ります。お待ちかねの床抜けエリア。右に、床抜けからの床抜けからの天井抜けの動画も、参考に載せておきます。床抜けは、いろんな流派がありますが、壁ギリギリで右下勝利、マリオの目と天井が重なった瞬間にしゃがみ A、これが個人的に最も安定します。前歯式のセットアップ次第ですが、猶予は2フレームです。挟まれたら死にます。さすがに、猶予1フレームの天井抜けはやりませんでしたが、2018年12月11日、海外勢のシルバースターが、天井抜けを決めて、世界5位の32分56秒68、となり、世界中のマリオワールド奏者が、度肝を抜かれました。怖いなぁ。つまりストコ。床抜け単体なら13秒、天井抜けもやるとさらに 4.3 秒の、合計 17.3 秒も速くなります。また、このフロアの天井抜けも最近発見されました。これも猶予1フレーム技ですが、しゃがまなくていいので意外と決まります。ですが、1.36 秒しか恩恵がないので、微妙なところです。鍵取得ミス、0.5 秒くらいのロスです。さて、単純な難易度としては最難関の魔王クッパの谷の砦です。開幕 L 長押しで画面左シフト、マリオが映ってから右と X を押してれば勝手に走り出します。ここはムササビ飛行した方が早いですが安定をとってます。早めにマントを振れば骨どもに被弾することはありません。左の針の根元まで加工したら右へ移動。小 A をしてから反転、で P を維持させます。空中で A を押して再浮上。ここで大 A をして、バブルを踏んだ瞬間に A を離して一瞬反転、で切り抜けます。ここからはマントアクションの最高峰、一瞬の迷いも許されません。空中で2回再浮上をして切り抜けます。最速度アインダー。決まった。開幕ジャンプで炎誘導、ギリギリの隙間を塗ってしゃがんで撃破。ここの VV は、タス並みに完璧に決まったので、クリアタイム247を出すことができました。この時点で、全世界記録より、マイナス 2.5 秒ついたことで、世界記録更新を確信しました。この瞬間、YouTube ライブのアクティブ数が、1400人を超えた興奮と、冷静にならないとという葛藤が入り混じって、吐きそうになっていたのを、今でもはっきり覚えております。
最終ステージです。まずダイエーをして、天井の切れ目に当てると、奥の通路に突っかかることなくメカクッパを倒せます。空中で再浮上、着地後昇栄でメカクッパ撃破、すぐ昇 B でムササビ飛行、ムササビを解除、完成ジャンプしてそのままドアに入ります。タイム384ドアインダ最速です。ついにラスボス、クッパ戦です。さっきのドアインも完璧だったので、よっぽどのことがない限り、世界記録を逃すことがないような状況でしたので、思わず、行くぞお前らー、と絶叫してしまい、翌日、マンションの入り口に大声を出す住人がいます、という張り紙を貼られてしまいました。クッパが、下のデコの右から3番目に差し掛かったら走り出し、マリオが、右から2番のデコでダイビー、B だけ長押しで、ゆっくり加工しながらメカクッパを踏んで当てる、下のメカクッパは倒しておきます。画面左端でダイビー、あとはゆっくり加工すれば、ギリギリでメカクッパを踏めるので、そのまま当たります。このメカクッパは、あえて倒しません。2ターン目に、クッパが鉄球を落としてくるのですが、それをキャンセルさせるために使います。上から炎が降ってくるターンでは、基本的に、画面左側で待機します。クッパが戻ってくるまでは、メカクッパをポコポコして、起こさないようにします。ピーチがキノコを投げた瞬間にメカクッパをボコ、すぐ左端に移動、これが鉄球キャンセルの肝になります。不安なので、いつも左端で左入れっぱにしてます。メカクッパが起きますが、その場でジャンプしてメカクッパを掴みます。クッパクラウンが下を向いた瞬間に、右へ走り出します。右から2番目のデコの左側で、ダイビーした後にマリオを反転。クッパのプロペラが右から2番目のデコで、下 B を押しながら Y だけ離して、メカクッパを落として当てます。右から2番目のデコの左側でダイビー、あとは B 長押ししていれば、ギリギリでメカクッパを踏んで当てられます。今回は、マリオのダイビーのタイミングが遅かったせいで、即踏みをミスってしまいました。約 0.3 秒のロス。ストックに羽があるので、大胆に攻めてもよかったのですが、被弾したら、被弾時の硬直と、マント回収時の硬直、合計で約1秒もロスになるので、安定を取りました。クッパの真下に移動、クッパの体が出切った瞬間に、ジャンプしてからメカクッパを追い投げ。クッパが3回着地した瞬間に右へダッシュ。右から2番目のデコの左側で、ダイビーしてから左へ移動。クッパが静止したら B だけ長押し、クッパが引っ込んだら右を長押しすると。チェックメイトです。やったぜ。精査後の正式な記録は、32分52秒10、となりました。達成日は、2018年9月7日。全世界記録を 2.07 秒更新し、新たに世界記録を樹立することができました。実は、スターロード禁止のカテゴリーは、ヤポソンさんの32分56秒059の世界記録を、2018年8月30日に、前場さんが32分54秒17という記録で、数年ぶりに世界記録を塗り替えました。その8日後の9月7日に、今回の記録で、さらに世界記録を更新したことで、世界トップ3を、日本人で独占するという形になりました。ああ、たまらねえぜ。いやー、新たに世界記録が生まれたこと自体がおめでたい上に、世界トップ3を日本人が独占。本当に最高ですね。改めて、おめでとうございます。ありがとうございます。さて、エンディングが始まったところで、本題に入りますか？そうですね、本題に入りましょう。何するんですか、やめてください。ダダ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 ダ、モスカイを引っ張らないでください。よしウプ主、この動画シリーズのパート2が投稿されたのがいつだか覚えているか？その確か2018年10月11日だったと思います。です。はい。うむ、で今回の最終回が投稿されたのはいつだ？その2018年12月20日ですね。お前2ヶ月以上何してたんだよ。シンプルに埋めるぞ。怖すぎない？あっ、いや、パート2を出した後にはこの勢いで1週間後には最終回も出せちゃうぞ。ブヘヘヘヘヘ、余裕すぎるぽよーって思っていたのですが、スーパードンキーコング2の RTA とかポケットモンスターカブエとかスマブラスペシャルとかの配信を優先してしまい、気がついたら忘年会シーズンになってしまっていた次第でございます。待っていた視聴者さん方、本当に申し訳ございませんでした。よし、謝罪は終わったな。それでは今からお前を AK ラーメンに冷凍輸送する。よし、じゃあ行きましょうか。ウプ主の納品を待っている AK ラーメンがあるのですよ。それ絶対食肉用のチャーシューだよね。っていうか作り子なのに AK に輸送されるの？すいません、許してください。何でもしますから。お困りのようですね。なんか降りてきた。お、天使様、どうか迷える作り子を救いください。ふむ、では救いの手を差し伸べましょう。時にあなた、AK派ですか？二郎派ですか？いきなり何聞いてきてんのこの人。どちらかお答えください。簡単なアンケートです。なんか街角アンケートみたいなこと言ってるぞこの天使。AK ですけど。さらば、迷えるくくりぽよ。あの天使二郎派だったー。
ちょ、おい、他に誰か私を助けてくれる奴はいないのかー。お困りのようですね。お前もかよ、しつけいな。お、天使様、どうか迷えるくくりぽをお救いください。よろしい。では救いの手を差し伸べましょう。時にあなた、家系派ですか？それとも二郎派ですか？お前もかよ、しつけいな。どちらかお答えください。簡単なアンケートです。お前ら同じネタで攻めてくるの好きだな、芸はねえのかよ。ちょ、やめて、天使様を刺激しないでください。二郎派です。さらば、迷えるくくりぽよ。今度は逆だったー。ぐぬぬ、もう私はチャーシューになるしか道は残されていないのか。ふむ、致し方ないですね。では今回だけは特別に、うぷ主を許すことにしましょう。ゆっくりさんがそうおっしゃるなら、今回だけは特別にゴミを許すことにしましょうか。ゴミ？許そう。え？私もお前を許そう。なんかわかんないんだけどありがとう。お前は何の権限を持っているんだよ。てかお前はどこのドイツだよ。初めて見たぞこのハゲ。さ、エンディングも終盤なので、あなたたちも出てきていらっしゃい。はーい。改めまして、スーパーマリオワールド、スターロード禁止 RTA、ゆっくり実況パート3を、最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。ありがとうございました。完走した感想ですが、目標としていた32分52秒台を出すことができて、まさに、感無量です。正直なところ、私だけの力では、到底、この記録を出すことはできなかったと思います。常に、現状のチャートを検証し、改善点を提案していただいた、スーパーマリオワールド先駆者のヤポソンさん、レモングラスさん、ラッテさん、本当にありがとうございました。また、ライバルとして共に高め合ったマイバさんも、心から御礼申し上げます。そして何より、泥酔ならやってくれる、と、応援していただいた視聴者の方々にも、心から御礼申し上げます。まだまだ改善の余地があるので、32分40秒台を出すまでは、続けようと思っております。生放送で私のスターロード禁止 RTA を見かけましたら、温かい目で見ていただけますと幸いです。また、スーパーマリオワールドノースターワールドトーナメント2018という世界大会にも参加しており、こちらも最後まで頑張ります。というわけで、さ、エンドってね。長時間のご視聴、ありがとうございましたー。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録は、こちら。この動画の続きが見たい方は、こちら。そして、その他、最新の動画は、こちら。Twitter もやっていますので、ぜひ、チェックしてみてください。では、次の動画でお会いしましょう。バイビー。